ウォーレンストリート駅はロンドン地下鉄の駅。ノーザン線のチャリングクロスへ向かう支線にある。ウンチン区分はゾーン1。1907年7月22日、ユーストンハイゲート鉄道の駅として開業。この時の名称はユーストンロード駅であり、今もプラットフォームのタイルにこの名前が残っている。1968年12月1日に、 ビクトリア線のプラットフォームが開業。この時エスカレーターが整備され、名称が現在のウォーレンストリート駅に変わる。この駅の地上階には2つの入り出口があり、切符売り場がある。そこから3機のエスカレーターで降りて、ノーザン線かビクトリア線のエスカレーターを選択して降りる。どちらもそこからは2機のエスカレーターだが、ノーザン線はやや深く、さらにプラットフォームへの階段がある。 ロンドンの地下鉄は左側走行であるが、ウォーレンストリート駅からキングスクロス、セントパンクラス駅までは主に右側走行となっており、プラットフォームには右側走行で列車が進入する。地上からエスカレーターを3つ降りた木座橋やビクトリア線のプラットフォームにはビクトリア線建設の使用した建工が見える場所がある。駅にエスカレーターが設置される以前はエレベーターがあった。 ノーザン線のエスカレーターを振り切ったところには、立ち入り禁止の通路があり、そこに以前エレベーターがあった。初めに乗るエスカレーターはエレベーターがあったところを通しているためエレベーターの面影はない。マルチ、イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアス。ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャー,ユーセー時、データ、ロンドン交通局。2015年3月31日閲覧。 ありがとうございます。